鷲宮砂丘は埼玉県区喜市に所在する砂丘である。2014年に埼玉県指定天然記念物に指定された中川定地の下半砂丘群の一つである。鷲宮砂丘は鷲,鷲宮砂丘とも呼ばれ、荒井砂丘、西大林砂丘とも称される。また、内陸下半砂丘、内陸砂丘、下半砂丘特分されることもある砂丘である。 砂丘は琴音川の旧下道沿いに発達している。この砂丘は全体として北北西より南南東へと発達し、備光地は主に2畳あり、一つは長さ約1000メートル、幅約200メートル、高さ約5メートル、もう一つは長さ約700メートル、幅約250メートル、高さ約5メートルのものとが所在している。 これらはその形状と構成する物質から3ヶ月型の下半砂丘とされている。これら2条の砂丘の他に、この製法にも小規模かつ未発達な3ヶ月型砂丘が確認されている。和紙谷砂丘の断面の勾配は、風上側は約30度、風下側が50度から60度となっているが、製法の未発達砂丘についてはこの特徴は確認されていない。 また、和紙谷砂丘は中世の時期より形世紀に入ったのもと推定されている。砂丘上には東大林浅間神社や西大林神社などが所在している。ありがとうございます。